オレアオレマーローは、サモア独立国の元首。日本語では、国家元首、または、元首と訳される。九百六十年十月二十八日に起草され、九百六十二年一月一日の、サモア独立国の独立とともに施行された憲法が、定める、国家元首の称号である。サモア語の青は、党を意味し、マロは、政府、王国を意味する。王は、 所有格を意味する、前置詞、るは定冠詞である。つまり、オールアオ、オールマロは、政府、国家などの長であることを意味し、英語のザ・ヘッド・オブ・ザ・ステートにそのまま相当する言葉で、ある。日本語では、国家元首、または、元首と訳す。継承は、殿下であり、日本政府の官報などでは、国家元首殿下と記載される。ただし、 天下がオレアオーレマーローとしての立場によるものか、口実するタマアエガとしての立場によるものかは判然としない。なお、オールアオ、オールマロはあくまでも固有名詞であって、国家元首という普通名詞に置き換えるのは誤りである。サモア憲法の成分は英語で書かれているが、国家元首の正式の称号は、サモア語の発音を忠実になぞった、オールアオ、オールマロであることが明記されている。 なお、憲法が国家元首に言及する際には、ザ・ヘッド・オブ・ステートと大文字で記す。また、青は共に田んぼ院であるので、青であり、マロは共に長望員であるので、マーローである。サモア語では、両者は明確に区別される。俺オ俺マーローは、サモアの立法議会が選挙により選出する。定員は1名。任期は5年。再選は禁止されていない。また、 おれあおレマーろうの献血、責任能力の喪失、外遊などの不在に際して、国家元首の職務を代行するため、定員3名以内の代表者会議が設置される。代表者会議の構成員は、立法議会が選挙により選出する。憲法の規定上は、立法議会の被選挙権を有する。物身分のものはすべて、おれあおレマーろうの被選挙権を有するが、実際には、サモア社会において、 特別に高い権威を有する4人の大主長の中から選ばれることが当然とみなされている。4人の大主長の地位は、総称して、マアイがと呼ばれ、いずれも特定の家系による世襲であり、それぞれ独自に、マリエトアトゥクアタマセセマタアファトゥイマレアリ、イファノという世襲の称号を名乗っている。独立以前のサモアは、ニュージーランドを、姿勢権者とする、 国際連合の新託等治療であった。姿勢の最高責任者はニュージーランドから派遣される高等弁務官であったが、タマアイガのうち2名が選ばれて、高等弁務官の顧問となって補佐したほか、高等弁務官とタマアイガ2名からなる国務会議が設置されて、事実上の国家元首の地位を代行する体制が整えられた。この時、タマアイガから選ばれたのは、トゥプアタマセセメア、 俺及びマリエトアタヌマフィリ2世の2名であった。独立後の国家元首の地位については、この両者の独立に対する大きな貢献を評価する形で、憲法にトゥプアタマセセメア、俺及びマリエトアタヌマフィリ2世という特定個人のための特別規定が設けられた。定員1名、選挙制、任期5年といった一般規定にかかわらず、両者は独立の日をもって共同で、 国家元首の地位につき、共にまたは、各お々のおの、オレアオレマーローと称すること、任期を定めず死亡、辞任、非免までその地位に留まること、一方がその地位を失っても他方は単独で、引き続きその地位に留まることが規定された。1962年1月1日の独立とともに、この規定に従い両者は共同でオレアオレマーローに就任した。ちなみに、 独立時に首相に就任したのはやはり、タマアイガの一人で、1959年10月1日から、引き続き在任していたフヤメマタファファウムイナ、ムリヌ、ウニセイであった。二人のオレアオレマーローのうち、トゥプアタマセセメア、オレは独立の翌年の1963年4月5日に、死去した。マリエトアタヌマフィリニセイは、憲法の規定に従ってその地位に留まり、 2007年5月11日に94歳の高齢で死去するまで、約44年間にわたって単独でオレアを折れ、マーロを務めた。マリエトアタヌマフィリ二世が死去したとき、国家元首不在時の代行を務める代表者会議の構成員は、いずれも、タマアエガであるトゥヤトゥアトゥプアタマセセエフト、トゥイマレアリイファノスアラウビ二世の2名であった。当時、またアファは空位であり、両者が、 後継国家元首の最有力候補とみなされた。その後行われた選挙では、独立時の共同国家元首トゥプアタマセセメア、オレの、子息であり、かつて首相を務めた経験もあるトゥヤトゥアトゥプアタマセセ、エフィが選出され、独立後初めて選挙で選ばれたオレアオレ、マーローとして2007年6月20日に就任した。憲法、第28条及び、 同不足第三第一条の規定に基づき、オレア・オレ・マーローは、その就任に先立ち、最高裁判所の首席裁判官の面前において、次の宣誓を行い、かつ宣誓所に署名することになっている。文言中の、神は、キリスト教の神である。私、は、国家元首の地位の威厳を保ち、憲法及び法に従い、サモア独立国の統治における私の義務を公正かつ、 忠実に遂行することを全能の神にかけて誓います。以上の言葉に相違ありません。サモア憲法第112条は次のように規定する。この憲法はサモア語及び英語による本文を等しく、成文とし、それらに相違がある場合には英語の本文による。ありがとうございます。